みんみんあやみんばい、こんにちは、福山あゆみです。はい、久しぶりに来ました。この企画、1000円企画です。もう結構前じゃない、やったの。ケンタッキー以来かな。確かケンタッキーの話をしてた気がする。なんか1000円企画でケンタッキーで言う、ケンチキみたいな感じでやって、久しぶりの1000円企画です。あの、皆さん大好き1000円企画。はい、今日はですね、何を食べますかと言いますと、まあサムネに多分書いてあると思うんですけど、ルルルルルル、私の大大大好きなロッテリア。はい、ちょっとね、いっぱい箱あるんでちょっとびっくりなんですけど、はい、ロッテリア。もうね、私がね、どこがね好きって言われたら、結構ナンバーワン、マックと同じくらい好きかも、ロッテリア。でも私はロッテリアのこのね、ちょっとね、あの、みんなに見えるようにちょっと高めにねしてるんですけど、ちょっと、じゃあもう紹介していきます。まず、はい、飲み物。本当はね、コーラにね、やっぱハンバーガー食べるからさ、コーラにしようと思ったんだけど、コーラって結構炭酸でさ、こうお腹にくるからさ、今回はウーロン茶にしました。そしてですね、なんか多分なんとかセットみたいな、今ちょっとお得なねセットがやってて、私のね、もうあのロッテリアのハンバーガーといえばやっぱもうこれですよ。絶品チーズバーガー、もうこれがね最高に大好きです。私はマックとロッテリア合わせても、このね、何のハンバーガーが好きって言われたら、ロッテリアの絶品チーズバーガーと言います。でもね、ちょっとね、ちっちゃくてお高いんですけど、他のねあれに対してはちょっとお高いんですけど、全然それくらいの価値があります。そしてね、このナゲット、チキンナゲットみたいな、これ、はい、チキンナゲット頼みました。そしてそれにフリフリポテト、あ、これフリフリポテトだったっけ、になんかね、いろいろね今味があるみたいですけど、迷った、めちゃくちゃ迷ったんですけど、安定のバター醤油にしました。でも福岡とかの明太チーズ、すき焼きとか絶対美味しいから、醤油焼き牡蠣風絶対美味しかった。なんかさ、テンパってさ、あ、バター醤油でみたいになっちゃった。あるよね、種類多すぎてさ決めれない時さ、もう安定いっちゃう。でもたまに私冒険したくなって、なんか初めて食べるようなやつ言っちゃうけど、今日は安定にしました。はい、でね、これがセットでなんか結構安かった。そしてね、もうロッテリアといえばあれですね、 JK が食べるチーズスティック。はい、チーズスティックです。もうこれはね、すごいあの流行りましたね、一時期めちゃくちゃピョーンつって、私学校帰りによく食べてました。はい、こんな感じで、あ、なんか意外と見た感じ少ないかな、わかんないけど、まあ食べます。じゃあもうポテトにもバター醤油かけちゃいます。フリフリしちゃおう、フルポテっていう。あー、あ、これさ、何もかけないで食べてみて、あとでかけ。じゃあいただきます。じゃあちょっとウーロン茶から。あ、ウーロン茶、ウーロン茶です。多分さ、チーズスティックが伸びなくなっちゃうから、今のうちに食べちゃいます。じゃあチーズスティックいただきます。久しぶり食べた、懐かしい。早く伸びますね。安心に美味しい。なんかさ、オンにしてからさ、こうやりたくなっちゃうんだよね。なんかギリギリさ、眉毛見えない時とか、こう見えてますよ。私ロッテリアのナゲット食べたことないかも。あとで食べよう。もうね、これが食べたくてしょうがない。はい、もう私のね、もう絶品なんです。絶品、絶品。でも小ささもね、ちょうどいいんですよ。はい、いただきます。待って、どういうこと、伸びるようになったの、初めて聞いた。
ついたよ。え、待って、ジャッピンチーズバーガーと伸びたっけ。びっくりした今。え、私今まで食べてきたジャッピンチーズバーガー伸びた記憶ないけど、え、進化したの。伸びるの初めて知った。んこのね、あのお肉がね、塩コショウがすごく美味しい。じゃあポテトいただきます。最初はノーマルポテト、塩ついてておいしい。じゃあこのバター醤油をかけます。おいしいよね、こういうの。別人長っ。さっきの人とは思えない別人です。マックのポテトよりちょっと大きいのかな。変わんない。いや、ちょっと大きい気がする。やっぱそれぞれでやっぱポテトも違いますね。うん、なんかペッパーがすごい、このチーズが。なんか毎回さ、ちょっとクーポン使ったりしたけど、今回は使いませんでした。なんか使わなくてもちょうどいいくらい買いそうだなって思って。ロッテリアっていつ頃なんか急に出てきたよね。チーズスティックで知りました、ロッテリアっていう存在は。あんまりなかった。すごい、これバケットみたいなのにいっぱい入ってるやつ。ヘアピン、あ、え、ヘアピンじゃん、かわいい。私よくここにピンをつけるんで、こうやってバケット食べます。柔らかい、すごい味濃いね。なんかあれだ、全然マックのナゲットとか違う、味がついてる。チーズスティックお家でよく作ってました。避けるチーズにクルクルクルって言って、ほんと何でもチーズ入れちゃっても、なんかチーズって合わないものないんじゃないかなってくらいすごいね。いろんなものに入ってるし、なんかチーズって書いてあるだけでそれが食べたくなる。チーズスティック返しておく。でも種類があるもんね、チーズにも。今みたいにこう伸びるチーズだったり、伸びなくても、なんかこれ多分、え、でもこれチェダーチーズないんだね、黄色いけど。なんか急にお腹に来たんだけど、だってまだバーガーとチーズステーキ食べただけなのに、お腹空いてたのに。
なんか空腹の時ってさ、空腹なのにもかかわらずなんか すぐお腹いっぱいになる気がする。逆になんで急いで食べちゃうから。毎回思うけど1000円でかなりの量が買えるってとこも、さすがさすがほんとヘアピンにしか見えない。なんか唐揚げみたい味付けが。急にお腹いっぱいになったよ。お腹が膨れてきた。ちょっと最後ということにしておきます。これがよし最後いっぱい4本目。ごちそうさまでした。ということで今回ロッテリアを1000円分買って食べたんですけど、さすが私の一番の推し絶品チーズバーガー、今日ミラクルが起こりました。初めて伸びたよチーズ、びっくりしちゃった。まだねロッテリアのバーガー食べたことない人はぜひ食べてみてください。もうねおすすめです、私の一番の推しです。はい、ということで今回はロッテリアの1000円企画しました。じゃあ次の1000円企画はいつになるかな。それでは楽しみに。バイバイ。